苦しゅうない、聞こうよれ。なんちゃって。今回のセットや衣装って、異国の王様みたいじゃない？空気に当てられて気分も上がっちゃうよね。そう、翔太ってばナイスアイデア。僕もダンサブルなポーズで撮影してもらおうと思ってたんだ。シャランナーってね。小道具も拝借したらもっと雰囲気が出るかな。シャイニーさんが言うには本物のお宝も混ざってるから取り扱いに十分注意ってことらしいよ。宝石にふさわしい輝きを見せてこそプロのアイドル。翔太がランプを持って踊るなら僕ちんのライトももっと光を放っちゃうかも。ツーショットなんだもん。お互い刺激し合ってマイガールに一番キラキラなところを見せたいよね。さあ翔太、共に己を解き放とう。主役が宴を抜け出してよかったのか、心配してくれてるんだ。気にしなくていいよ。みんなもわかってるから。ここからは、僕たちだけの時間だって。あれ？もう照れちゃったの？これからもっとすごいことが待ってるのに。それとも、早く先に進みたいって。待ち望んでくれてるのかな。僕は天の弱だからもう少しじらしちゃおう。最初はいつもの眠る前に君が話してくれる物語から始めようか。君の声は僕の耳に心地いいんだ。普段は僕から続きをせがんでばかりだから、たまにはこういうのもいいじゃない。それともこんな風に君を試そうとする僕じゃダメ？違うよね。ほら、もう瞳が好きだって言ってる。僕の本心がどこにあるのか、指先で当ててみて。ご褒美に熱いキスをあげるから。